前回の放送で論教官の厳しい訓練を全て終え晴れてサバカーの上の門をくぐった新人声優太田彩香。論教官に自分のチームを作ってまたここへ戻ってきますと宣言し東京へと帰郷。自信満々の太田だが果たして太田は本当に自分のチームを作ることができるのか。皆さんこんにちは。新人声優太田彩香がサバゲーに挑戦する番組サバゲノム、メインパーソナリティは私、新人声優の太田彩香です。どうぞよろしくお願いします。前回で全ての訓練を終えまして、ついに私も一人前のサバガールにね、なりましたからね、イエーイということでミッションコンプリートして、この番組は今日で終了ですと思いましたら大間違いです。こっからが本番です。前回もお伝えした通りに、今日はチームヌパーンをね発足すべく、発足すべくメンバー集めをしたいと思います。私の目標はこの手で論教官を倒すことなので、そのために最強のチームを作りたいと思います。まあね、太田が言ったら、ね、誰でもちょっと OK してくれるんじゃないかなっていう気持ちもありますので、LINE とかでねちゃちゃちゃっとこうメンバー集めしちゃいたいんですけども、せっかくなので今日は俺おーったすごいですね、俺って言いました今日は俺って言いました一人称も変わっちゃったちょっと偉そうになんかこう東京に帰ってきて気分が良くなって、そうです、はい、大きな言ってないです、気が大きくなっちゃった今日は太田がどれだけ周りの人に信頼されてるかっていうのを見せたいと思います。太田さん、はい、何人ぐらいのチームを作ろうと思ってるんですか。いや、まあざっと10人ぐらいですかね。もっといた方がいいですか。もっといた方が良かったら全然言ってください。なんか私の人望の厚さを全然信用してない気がするんですけど、はい、じゃあとりあえずメンバー探しの旅に出発しましょうか。はい、行きましょう。わかりました。じゃあまず1人目は一番硬いところで、私の元マネージャーの矢部さんのところに行きたいと思います。お、矢部さん今日どこにいるかは分かってるんですか。あ、いやちょっと知らないんですけどちょっとそれは連絡してみますじゃあ、はい、とりあえず行きますか。はい、おはようございます。今日はですね、ここに私の元マネージャーがいるという情報を入手したのでやってまいりました。では早速アタックしてみたいと思います。これでもめっちゃかっこいいと思うけどな。太田の方が決まってたかもしれないだからさ、こうかな。なんかやってた、なんかやってたんですけど、これ大丈夫ですか、入っちゃって。いやいや、これノックした方がいいんじゃない。あ、なんかお取り込み中でしたね、うん、一応ノックした方がいいと思うよ。じゃあ行きます。あ、失礼します。今大丈夫ですか。大丈夫。大丈夫ですか。今日ここに矢渕さんいるっていうのを聞いてやってきたんですけども、はい、失礼します。あれ、なんか見た。なんか、はい、なんかすいません、急に入ってきちゃって。はい。大丈夫じゃないけど、どうしたの。今日はですね、私今サバゲーの番組やってるんですけど、なんかそれでそこで自分のチームを作ることにしたんですよ。それでね、やっぱりまず矢渕さんにとこに行こうと思って、今日誘いに来ました。嬉しい、ありがとう、はい、来てくれた。はい、一緒にやりましょうよ。無理。ごめん、来られへんから申し訳ない。ちょっと待って、これどうしたらいいですかね。やりましょうよ、一緒に。楽しいですよ、めっちゃ。サバゲーって絶対じゃなくて。なんでですかって。はい。でも見てましたよね、楽しそうっていう。あ、そう、その辺も楽しそう
と思った、収録の時は、はい、すごいいいなって。やりましょうよ。でもやる、ちょっと待って、これどうしたらいいんですかね。でもやりましょうよ。しつこいわ。だってどうせさ、チームヌパンの一員とかにならなあかんだよ。ヌパン見えてるもん、見えてるもん。チームヌパンって今ヌパンのことバカにしましたか。ヌパンが嫌なんですか。ヌパンも嫌やけど、でもまあそもそもサバゲってあんまり興味持たれへんくて、まあ忙しいし、ちょっともうそんな、もうじゃあいいです。じゃあもうそんな感じなんですね。マネージャーさんがもう変わったからもうそういう感じなんですか。もう帰れ帰れ帰れ、もういいですよ、まあ、もう二度と来ません。もうヌパンのことバカにしとなよ。うるさい。いや、あいつもう笑ってられへんわ。甘味噌、もうあかん、もうやってられへん。これマジっすか、これ、この短時間でこれ全部飲んだんすか、これ。ちょっともうやめた方がいいですって。ほら、もうやめた方がいいですって。ちょっとお父さんもやめた方がいいですって。もう、ちょっとまだ大束飲んでる途中でしょうか。すいません、すいません、それどっかで聞いたせいなんですけど。何、よく見たら全部ノンアルじゃないですか、これ何で酔っ払ってるんですか、これ。で、これがどうするんですか、これから。もう当てもないです。え、当てもないって、だって、このね、酒の当てはあるけどね。そうね、だってまずは一人目って言ってたじゃないですか。そんなんね、言葉のあやですよ、言葉のあや。もうね、仕事なんかやめて、ほら一緒に飲みましょう、まだありますよ。いやいや、待ってさ、待って、もうやめましょう、やめましょう。で、とりあえずここにでも仕方ないんで、とりあえず街にでも出て、なんかこう片っ端から声かけます。いや、いや、いやって、いやって、じゃあどうするんですか。じゃあ今日はもう終わりにしましょう。解散です。解散、解散して飲みに行きましょう。しょうがないですね、太田さん。そもそも太田さんの目的は何でしたっけ。ロンさんを倒すんじゃなかったでしたっけ。今だかなんだか知らないですけど、私にはね、もう関係ないんですよ。ロンって言いましたか。はい、ロンさん、ロンさん、そうだ、今日全然会ってないから忘れてたけど、私の目的はロンさんを倒すことだ。そうでしょ、正気戻りました、はい、まあ、全然ノーアルでしたけど、はい、すいません。もう行きますか。はい、じゃあ鼻いいですか。行きましょう、やりましょう、行きましょう。仲間探し延べ30時間、結局一人も仲間にできなかった太田は、我々スタッフの前から忽然と姿を消してしまった。
果たして太田はどこへ消えてしまったのか。太田の運命やいかに。